佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。今年も残すところあと4日となってまいりました。よく言われるじゃないですか、まあ、年を取るとこうあっという間になっていくということをもう私佐藤美久もう今年で25歳になったんですけれど もうこの言葉が本当に分かるようになってきました。もう今年特にですね、特に今年は超早かったですもうただまあそこにですね、振り返ってみますと本当にあのいろいろなことがあった1年でもありました。そこで、まあ、よくやっているテレビ番組風に、今日は佐藤美久2019年5大ニュースをですね、まずはオープニングでお話しさせていただければなと思います。まず第5位私のね、好きなアーティストさんでもあります、嵐さんの、ライブに、行かせていただきました。5x20 エンドモアという、ライブに行かせていただきまして、本当に活動休止に、なるまで本当に私も応援させていただけたらなというふうに思っておりますので、皆さん頑張ってください。はい、本当に、ここもね、あの嵐さんの曲ね、楽曲を流させていただけたらなというふうに思っておりますので、皆さんもねぜひねお聴きいただければなというふうに思っております。そしてね、もし、またねこう現場とかで、こうその嵐さんの出演されている現場に参加させていただけたらなというふうに思っておりますので、頑張っていこうと思います。はい、そして、第4位がですね、4位第4位が、歌舞伎役者さんの、尾上松也さんにですねお会いできたことですもう本当にずっと、願っていたことでもありましたし、最初お会いさせていただいたのが、メタルマクベスという、舞台に、拝見させていただきまして、そこで初めてお会いさせていただきました。あの震えたのを覚えています何も喋れなくなってしまって、普段こうやって喋るのすごく大好きなんですけど、固まってしまったというか、言葉が出ないってこういうことなんだなっていうのをとても実感しましたし、本当に拝見させていただいて本当にありがたいなというふうに思っております。歌舞伎もですね、拝見させていただきまして、いや本当にこう圧倒されました。もう本当にかっこいいがもう一言なんですけど、かっこいいと思いながら拝見させていただきまして本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、続きましてですね、第3位が韓国旅行 with 佐々木千秋さんということで、事務所の先輩でもあります、佐々木千秋さんとですね、なんとありがたいことに3泊4日、韓国旅行に、ご一緒させていただきまして、本当に楽しい日々を過ごさせていただきました。本当にありがとうございます。本当千秋さんもこう何回か韓国に行かれているみたいで、すごくいろんなことを教えていただいて、あとは撮影現場になるこう式とか、あとは日本でいうと大河ドラマとかで使われるような昔の、セットというかお城であったりとか、あとはもうたくさんこう村じゃないですけど、こう家がねたくさんあるスタジオに、外スタジオに行かせていただきまして、いやもう本当圧倒、これもね圧倒されました。はい、もう本当にDVD、を見ている中のあここだとかのを感じて、いや本当にすごく密な、3泊4日をね過ごさせていただけたかなというふうに思います。本当に佐々木千秋さん本当にありがとうございます。また機会があればぜひご一緒させていただければなと思います。よろしくお願いします。そして第2位がですね、私佐藤美久主演映画、そして千秋さんとのダブル主演で、映画ラストソングは撮影がねございました。本当に皆さん、応援いただきましてありがとうございます。4日5日、間ぐらいの、撮影でして、本当に密な日々を過ごさせていただきまして、私のね、役でもあります、神宮寺燕というねお役もいただきまして、ラジオのプロデューサー兼構成作家さん
を演じさせていただきましたので、ぜひ皆さん、もしね予告編など上がりましたら、ぜひね皆さんにも、ご覧いただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひねそちらもねお待ちいただければなというふうに思います。よろしくお願いします。そして流行る第1位が、こちらも私主演させていただきました映画22世紀寓話が、ブルガリアでの、上映会をでが参加ということで、本当に皆さんありがとうございました。たくさんの方にお世話になりましたし、あのブルガリア教会の皆様はじめ本当にたくさんの方々に、サポートしていただいて本当にありがとうございました。こんなもう本当に経験させていただくことは本当にこの人生絶対ないと思っていましたので、でなおかつ舞台挨拶もさせていただいて、でこう映画をあのご覧いただいた皆さんにこうよかったよというふうにおっしゃっていただいたのが本当に嬉しかったです。ではですね、ということで私の佐藤美久2019年5大ニュースでした。はい、では最初のコーナーは片寄りムービーリポートのコーナー。このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて、邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。今回はですね、人よを見てまいりましたので、この作品についてお話しさせていただきたいと思います。まず、公式ホームページをそのまま読ませていただきますと、2013年凶悪を、世に送り出した以降、彼女がその名を知らない鳥たち2017年、功労の地2018年など、毎年のように賞レースを席巻、6年間で手掛けられた作品たちは日本アカデミー賞をはじめとする、あまたの国内外映画賞で実に60以上もの、受賞を果たし、名だたる俳優たちが今最も出演を熱望する映画監督白石和也、今を強く生きる人間たちへの賛歌を圧倒的な熱量で描いていた白石和也監督が、いつかは取らねばならないと感じていたテーマ家族で初めて真正面から挑み、15年前の事件によって家族の岐路に立たされた一人の母親と子供たち3兄弟のその後を描きます。主演は映画ドラマと話題作品へ出演が相次ぎ、全世代から支持をされている実力派俳優佐藤健、さらには鈴木亮平、松岡茉優、お父拓磨、佐々木蔵之介、そして、田中優子と人よの、物語に魅了された各世代を代表する豪華名優陣が集結しました。一夜にして激変する家族の運命を通し、尊くも時に残酷な、家族の絆、そして言葉にできない究極の愛を、見る者に全てに問いかけるヒューマンドラマの傑作がこの秋誕生します。そして簡単にあらすじを申し上げますと、雨の降る夜にタクシー会社を営む稲村家の、母小春は、それが最愛の子供たち3兄弟の幸せと信じて夫を車で引き殺した。そして小春は15年後に戻ってくると子供たちに誓い家を去った。それから時は流れ、現在次男裕二、長男大輝、長女園子の3兄弟はあの日から心に傷を抱えたままそれぞれの人生を歩んでいた。そんなある日、母春子が帰ってきた。15年ぶりの再会を果たした子供たちの気持ちは様々で、ということで、人よを拝見させていただきました。いやもう最初のシーンがもう車でこの旦那を引くというシーン、衝撃のシーンから始まるんですけれども、やっぱすごいなって思ったのが、田中優子さん演じる、小春ですね、小春さんですね、本当に何というかすごく優しいイメージ、田中さんの私の、イメージはすごく優しそうなお母さんの感じがあるんですけれども、この、小春という役は何というか殺してしまってはいるんですけど、どこかこうサバサバしているというか、肝が据わってらっしゃるっていう感じがとてもこう作品を見ていて、すごく感じられたなっていうふうに思いましたし、表情一つ一つがなんか繊細ですごいなっていうふうに感じました。はい、で、
あとですね、鈴木亮平さん演じる、大輝なんで、長男の大輝なんですけれども、ちょっとどもりが、はい、どもりっていうかが入ってしまっている、まあお役であるんですけれども、すごく鈴木亮平さんって結構がたいがいいイメージがあったんですけれども、この大輝という役でそのどもってしまう部分がこうぜなんというか、どもりのパターンというのがすごく幅が広いなというふうに、やっぱすごい方だなというふうに感じました。はい。そしてもう佐藤健さんのこうイメージって、やっぱ今までの私のイメージだとこうかっこいいイメージがすごく強かったんですけれども、このユージという役ですね、結構こうひげをね生やして、で結構ちょっとワイルドめなんですけれども、すごく、なんというか考えているというか、家族に対してこういうふうに思っているっていうのを考えている感じっていうのもすごいひしひしと伝わってきて、こうなんというか悲しい部分もあるんですけど、でもこうなんか究極の愛ってすごくよく感じるというか、最後見終わってなんかこう家族愛というか、あこういう考え方もあるんだなっていうのをすごく感じられる映画でもありましたね。そして、私と同学年でもあります、松岡茉優さんですねの役なんですけれども、園子という役、すごいやさぐれてる感じが、やさぐれ感っていうのがものすごくにじみ出ていて、かっこいいなと思いました。そこを見ていて、こんなこう いいかっこいいやさぐれ方というか、すごくいろんなこう修羅場を経てる、園子を演じてらっしゃるなというふうに感じられて、こう皆さん一人一人が輝いているというか、圧倒されますね、この人よという映画を見ていて。で一人一人のこうお母さんに対する思いであったりっていうのを感じられるので、ぜひ皆さんもね、お近くの劇場でもしご覧いただけましたら、ぜひぜひご覧いただければなと思います。以上、今月の語りムービーリポートのコーナーでした。今月の推しメン。このコーナーは毎月私佐藤美久がいろんなメディアでフィーチャーされたり注目されている方々メンバーについて、美久的に推していくというか、ご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン。今回推しメンはうちの事務所に入ってくれました3人の新人のトップを切って、出てくれます、国母亜美をご紹介したいと思います。はい、プラスボックス新人女優国母亜美です。今日はよろしくお願いします。はい、それではですね、まずは、国母亜美についてですね、この番組をお聞きの皆さんに覚えていただきたく、簡単なプロフィールを、お伝えします。国母亜美さんは、茨城県の出身で現在20歳、小さい頃から、芸能界に憧れて人前で歌を歌ったりお芝居をしたりするのが大好きだった、大好きな女の子だったそうです。特技はマット運動とテニス、特に倒立が、できたり開脚や Y 字バランスなども、できるそうです。趣味は食べ歩きやカラオケ、グルメトークだそうですので、はい、よろしくお願いします。お願いしますちょっと緊張してますではですね、まあ、ちょっといきなりですけれども、はい、今ちょっとちょろっと紹介しましたけれども、まあ、この趣味として紹介したグルメトークっていうのは何ですか？はい、趣味でもあるその先ほどおっしゃってくれた食べ歩きと関連してるんですけど、このテレビで紹介したものやこの SNS で話題になってるものを私すぐ食いついて調べてってですぐそのお店に行ってっていうことをよくしているんですよ。そしたら人よりもその美味しいお店などに詳しくなって、こう友人とかにもどこどこ行くからおすすめなお店教えてって言われたら、あここだよみたいな言えるようになって、ちょっとグルメトークっていうのを趣味に。あ、はい、なるほどね、すごいね流行にはちょっと敏感っていうところですね、かもしれないですね。あ、そうなんだ、はい、全然あんまり私流行に疎いんですけれどもではでは、はい、普段ね、亜美ちゃんが、どんなテレビ番組を見ますか？はい、ドラマ、バラエティ、ニュース、ジャンルを問わず結構いろいろ見るんですけど、ドラマ、お笑い番組はよく見ますね。へー、はい、そうなんだ、はい、お笑い番組は特に、はい、お笑い番組は好きなんですよ、この芸人さんが、うんうん、いや特に何が好き？特に、うん、
特にあの夜やってる『アメトーク』とか、はい、とか、はい、なるほどね。そっかそっか。ドラマはちなみにどんなの見てますか？ドラマは、まあ、ゴールデンタイムで普通に放送されてる。あ、なるほど、ね、今でしたら、まあ、日本テレビの、うん、あの俺の話は長いが今すごい、はい、生田玉さんのすごい好きです。なるほどなるほど、はい、そうなんだね。で今回ね、はい、あの、まあ、この、私の所属してますプラスボックス、はい、そしてヤミちゃんもね所属してますけれども、はい、まあ、この私の、まあ、私のじゃね、うちの事務所に入ったきっかけは何ですか？はい、あの養成所に通っていて、それで、はいはい、このオーディションがありまして、うん、その中から声をかけていただき、うん、で面接をして、あ、ぜひプラスボックスに所属したいなって私が思い所属させていただきました。あの、はい、私の事務所の社長、関西の方なんですけど、はい、関西弁怖くないですか？最初はちょっとってなったんですけど、今全然、はい、大丈夫です。そうだ、ね、関西弁なので、はい、私も映っちゃうんですよ。ちょっとね、最近ちょっと映り始めすぎちゃって大丈夫かなと思ってますけど、今のところ大丈夫だと思う、はい、と思ってます。ではでは、まあ、ちょっとねこれ聞きたいんですけれども、はい、私佐藤美久の会うまでの、まあ、イメージであったり、はい、まあ、ちょっと実際会ってみてのこれ第一印象ってどうですか？あのお会いするまでは、うん、こうお話もすごい面白いし、この笑顔 も素敵で可愛らしいお方だなと思って、うん、実際にお会いして、うん、第一印象はすごい真面目で仕事熱心で、はぁ、あ思っていたんですけど、まあこうどんどん接する、あの関わりすることが多くなって、うん、その第一印象も変わらないんですけど、うん、やはりもう本当にプライベートでも面白いしすごい優しいし頼りになる先輩です。なんかどっかに書いてある？褒める褒める、すぐ褒めです。あ、なんか恐縮と言いますか、ちょっと恥ずかしいですね、ちょっと怖いね。 ありがとうございます。もうね、私はあのアミちゃんの第一印象は、はい、なんかもう若い二十歳、5歳離れてるから、いやいやいや、もうちょっとなんかはぁって私の弟より年下ですから。そうなんですね。だからちょっとなんか妹な感じというか、うん、かなという感じがします。やだ、なんかありがとうございます。いやいや、どんなもんな。ではでは、まあ、この、プラスボックス事務所に入って2ヶ月、はい、だけど、まあ、実際にこうワークショップや、まあ、現場にね、はい、行ってみてどうですか？ワークショップでは、うん、まあ、普段関わることのできない事務所の先輩とも、うん、この実際目の前での姿を見、うん、あの拝見させていただいて、うん、自分の中でのこのスイッチの切り替え、うん、まあ、あのいわゆるこの仕事に大切なプロ意識っていうのをこう得られる場だなって、大切にしていきたいなっていうのを思いまして、で現場では実際に撮影しているのを目の前で緊張感を味わえたのがすごい勉強になります。そうね、はい、前にね、あのね、あの現場ね一緒にねなった時があって、すごくあの分からないことがあって、ここなどういう今何やってるんですかっていうのをねちゃんと聞いてくれるので、やっぱりこっちもあの何が知りたいのかなっていうのは分からないので、聞いてくれるっていうのはすごくやっぱ先輩としても嬉しいし、教えられるっていうのもすごい嬉しいから、はい、すごくいい心がけかなっていうふうに思います。 ありがとうございます。嬉しいです。あんなにちょっと先輩としても頼りになるんで本当に。そう、すごくね頑張っ隣でね、あの一緒にいたので、すごく頑張ってるねところをね拝見できたかなというふうに思います。で、はい、まあ、この番組はね、まあ、さっきもあのスタジオの外で聞いてくれていたと思うんですけど、はい、あの毎月私あの映画を紹介しているんですけど、もう今までこうアミちゃんが一番感動した映画ってありますか？あの韓国映画なんですけど、猟奇的な彼女という、はい、はい、まあ、あの映画があるんですけど、うん、もうすごいこうラブ、あのラブコメディなんですけど、もう感動がすごいするんで、はい、はい、あのすごい好きです。あ、そうなんだ、はい、名前だけは私もねやっぱ知ってるんだけど、はい、見たことないからちょっと見てみよう。ぜひ猟奇的な彼女ね。そうはい、オッケーオッケー、ありがとう。ぜひ私もね、あの人よね、ぜひ、はい、もしよかったら見てください、はい、ではでは、
まあ、オーディション用紙ね、あの、はい、私もね、あのアミちゃんのね、あの見させていただいたんだけれども、はい、あの自己 PR の欄ってあるじゃない、はい、まあ、そこに、まあ、アミちゃんは私は家電製品に例えると電球ですびっくりマーク2つみたいなっていうのがもう入る前から結構我々というか、まあ、事務所内では結構話題になったんだけれどもまずね、なぜ、はい、まあ、びっくりマーク2つが2つつけるぐらい電球推しだったの、はい、いや電球推しというわけじゃないんですけど、そうなの、なんかこう他の皆様は、うん、このちょっと自分のキャッチコピーとか、あー、ちょっとかっこいい四字熟語バンって書いてる人が多いんですけ ど、それありきたりだなと正直人と変わったことをやっぱりちょっと他の子たちよりはね差をつけたいという、はい、うん、というのでなんか物に例えてみようっていうのから始まり、はいはいはい、夜こうお家で何かなってパッと上を見たら、うん、天井を見たら光ってる明かりのある電気、電球が目について電球って生活に絶対必要だし、うん、明るいし、確かにね、これはいいんじゃないかということで電球って書いて、まあ、びっくりマークたちはその勢いで、まあ、書いちゃったんですけど、すごい、ね、電球は、ね、すごい太字で書いてるんですよ丁寧に電球ですって入った、すごい印象的でしたすごい子だなと思ってこうやっぱいろんなね、あのプロフィール私もね拝見させていただいてる中で、すごいインパクトがありますねそれ一応狙って狙ってなんで、ね、良かったです。成功だね、じゃあ成功ですそうか、なるほどね。で、まあ今ね、まあ、あの事務所に入ってなんかこう、はい、一人暮らしを始めたみたいですけれども、はい、あの料理って得意ですか？料理、あの小学生の頃は、うん、あのクッキングアニメがすごい好きで、はい、まあ、それの影響もあり、お母さんのお手伝いがてら結構いろいろ作ってたんですけど、はい、でも中学校入ってから、うん、そのクラブ活動が忙しくて、うん、お家にいる時間が少なくなってから、ね、全然もうキッチンに立たなくなっちゃったんで、もうこれを機に趣味は料理ですって言えるぐらい料理をしていこうかなって思います。すげえ、はいもう私全然できないからぜひ佐藤飯、佐藤飯っていうの見てみて、見てみて、はい、では、まあ、今後ね、はい、もしどういった活動をしていきたいですか、みちゃんは。今後はあのお芝居をいろいろ、あのいろんな役に挑戦をしたり、うん、まあ、ステージで皆様の前で歌ったりしながら、うん、こうマルチにいろんな活動をして、うん、皆様に笑顔を届けられるような人になりたいです、うん、なるほど、はい、ではですね、このあたりで、今回のゲストはうちの事務所の新人、国保亜美から、告知やメッセージございましたらぜひお願いします。はい、ごめんマイク当たったツイッターやってまして、アカウントがアットマーク AMI、はい、アンダーバー KOKUBO、はい、で、名前が小さいに久しいに保険の方、ひらがなでアーミーって打っても出ますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今回のゲストはうちの、事務所の新人国語アミに、来ていただきました。アミちゃん本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上今月の見しめのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。今回ゲストにですね、新人の、国保亜美ちゃんをですねお呼びしましたけれども、ぜひ皆さんね、すごく可愛らしくて、妹っ子っていうか妹の感じがね、にじみ出て若い感じがねすごく可愛らしい子ですので、ぜひ皆さんね応援していただければなというふうに思います。よろしくお願いします。さて、この、番組オープニングで申し上げました、映画ドラマの、出演情報などに関しましては、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッターもしくは私佐藤美久のオフィシャルブログなどをチェックしてみてください。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお目にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。皆様良いお年を。